皆さんこんにちは、はなです。先週先々週ぐらいに4月のお気に入りの動画というものをアップしたと思うんですけども、そちらでしていたメイクをリクエストいただいたので今回再現してみました。本当に簡単で春夏にとってもおすすめのメイクになっているので、ぜひ皆さんもこの動画を見て覚えていってください。それではどうぞ。では早速始めていきたいと思います。もうまぶた全体にはアイシャドウベースを塗ってある状態です。そして今回メインで使うアイシャドウがこちら、去年コスメデコルテから出たコスメデコルテマジーデココフレからこちらのアイシャドウを使っていきたいと思います。こちらのアイシャドウは綺麗なゴールドベージュ系の色が揃っていて、こんな感じの色でしたらこのコフレのアイシャドウじゃなくてもいろんなとこに売ってると思うので、もし気になる方は探してみてください。それでは早速つけていきたいと思います。まず私が使うのがこちら、一番上にある白いハイライト用の色ですね。こちらを指にとってしっかりとまぶた全体にのせていきたいと思います。お次はこちらの色をブラシにとって同じくまぶた全体にのせていきたいと思います。次にこちらの色をブラシにとってこちらの目のくぼみに入れていきたいと思います。そして次はこちらの一番濃い色を目の目尻から少しずつ入れていきたいと思います。そしてこちらの先ほどから使っているブラシをきれいにティッシュオフして全体をぼかしていきたいと思います。先ほどと同様にこちらの一番濃いお色をまぶたの下にのせていきたいと思います。そしてこちらの真ん中にある結構ラメの効いたゴールドを目頭にちょんちょんってのせていきます。仕上げとして MAC エクストラディメンションアイシャドウのスイートヒートをブラシにとってまぶた全体にのせてよりパール感を出していきたいと思います。アイメイクの仕上げとしてお好きなビューラーとマスカラでしっかりまつげを上げていってください。これでアイメイクは終わりとなります。次にフェイスメイクに移っていきたいと思います。フェイスメイクで今回使用するチークはこちら、シュウエムラのチークの P326 番でちょっと青みがかった薄いピンクです。こちらをブラシに結構たっぷりめにとっても大丈夫なので、たっぷりめにとって余分な粉を振り落としてからチークを入れていきたいと思います。仕上げにこちらもシュウエムラのチーク930番をブラシにとってハイライト代わりとしてこちらの C ゾーンと鼻 E ゾーンに入れていきたいと思います。こちらでフェイスメイクが完了となります。最後にリップメイクで一気にこちらのメイクを仕上げていきたいと思います。今回使用するのはこちら、 MAC のリップコンディショナーハッシュハッシュ SPF こちら12入っています。こちらを指にとって軽くリップ全体になじませてください。これだけでも大丈夫なんですけども、より春感を出すためにこちらのマックのリップハッシュハッシュじゃなくてウォッチミーシワを塗っていきたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。以上でメイクのチュートリアルは終わりです。今日使った
フェイクの品番とかなどは全部下のインフォメーションボックスに入れておくのでぜひチェックしてください。それでは次回の更新でお会いいたしましょう。バイバイ。